はい、皆さんこんにちは、吉松です。ということで早速今日はねこの話題に入りたいと思います。これはですね、これですね、赤い線それは空間と、ね、思い出の熊谷森和ということで、向井さんですね、向井和江さん、はい、これはもう本のね表紙ですね、あの本のあの外箱、これ中身はこれです。赤い線それは空間ということですね。思い出の熊谷森和と向井和江さんという岐阜新聞社ということになっています。これ高い本ですけど、あの私は買っときました。私なぜかというとですね、これ2500円するんですよ。これなぜかというとですね、これはですね、1990年代後半に買ったんです。もうすぐ2000年かな、あと2、3年で2000年という時に買ったんですけど、当時私は金欠だったんですけどね、ある時その新聞でですね、熊谷森和先生という方のことが分かって、まあ、画家なんですけど、たまに鑑定団にも出ますけど、何でも鑑定団にも、先生のことがすごく印象に残って、で、岐阜県の津吉町というところに、当時津吉町という、今は町村合併あるんでどこかわからない、津吉町というところがありまして、あの天賦の賦、つけるという字にね、知恵の知、あと町、津吉町、でそこへですね、私は車を運転して行ったんですよね。熊谷森和記念館というのがあるんですよ。なんでそこが記念館になったかというと、それは熊谷森和先生の生誕の地が岐阜県の津吉町、まあ東濃といわれる東の方です。長野県に近い方です、岐阜県でいうとね、行ったら欲しいものばっかりで、まあ、書もありますよ。書もね、からあの絵も当然あるんですけど、絵は高いし売ってなかったですね、そこの場所では。私買えようと思っていたんですけども、当時でも10万円持ったら5、6万しかお財布にかき集めてもなかったんで、とても買えなかったんですけど、実際問題先生の絵は高すぎて、まあ買えなかったんで、まあ、全部見てきました。はい、でですね、この先生の本が欲しいなと思ってたら、たまたまこの本がその2、3年後かな、岐阜新聞の広告に出ましてですね、確か1990何年6年か、まあその前後だと思います。あの広告、おそらく私確か広告で見たと思うんですよ、これ。でそれで買いに行って買ってきたということで、まあこれだったら買えますからね、高いもんじゃなくてね。その時私見に行ったので、すごい良かった言葉がありましてですね、ちょっと私ここでちょっと変えてみますわ。ちょっとあれは その後の私をね、ちょっと非常にね、確かね、決めちゃったっていうか、すごい印象に残ったね、言葉があったんで、そこにこういう印が貼ってたんですよ。五風十部と。なんのこっちゃということで。五の風と十の雨、はなんだろうこれ、はとか思ってね。で確かそこにね、解説が書いてあったと思うんですよね。そこの、まあ、習字で書いた、習字っていうかの筆で書いた先生の墨跡のところのこっち側に、この五風十雨の意味はどういうのかというと、意味かというと、私のあの拙い頭で判断するに、結局1ヶ月30日あると、その中で10日は雨が降ると、5日は強い風が吹くと、大体人生そんなもんだということなんです。で非常に深い言葉にして、私は後から車運転しながら五風十だけはメモ帳に書いて置いてあって、五風十とでですね、印象に残ったんですけど、結局人生というのは順風満帆、こんな時ばっかりじゃないとね、5日間は強い風が吹くし、10日はバッと雨が降るという、だからそういうもんだよということで、ピーカンで天気もよく風もそよ風で、1月30日は続かないよ、人生も同じだよと、イコール点々同じだよと
いうことを熊谷ブルカス先生が思われて、で五風十五という言葉を書かれたんです、ね、うん、で、まあ、先生のこの色紙は手に入らなかったですけど、まあ、あの私の心の中でですね、メモの元にたまに私はその意味を考えたんですけど、あの、まあ、50数年か60年近く生きてきてですね、なるほどこの通りだというのがつくづく分かったんですよ。まあ、皆さんもいろんなことありますよね、生きてきた中で。まあ、高校生中学生の場合は、まあ、よっぽどの方でないとないと思いますけど、まあ、大体30年40年ぐらい生きてくるといろんなことがありますよ。もうここで俺終わったって言ったことが、私も仕事上でもこれもう辞表出したことも今まで一回ありましたしね、うん、その時はまあ止めてもらえてね、まあ、ちょっと遺留されてまたひっくり返しましたけど、うん、もうここで自分もここでっていうことがやっぱりあるんですよね。どんな方でもあると思います、そういうのは。ヒヤッとしたこととかね、助かったというのもあると思いますし、ダメやったというのもあると思いますけど、うん、で、まあやっぱり先生はね、非常にいい言葉をね、含蓄深いなと残されました。で、まあ、先生の絵をご紹介します、ね、はい、まずこんな絵です、ね、これはですね、題名が麦畑と、ね、ほらおめえでえてばとかって、恋の花咲く麦畑ということです。で、あとはですね、まあこれ冒頭にちょっとこの文章でも書いてあるんですけど、昭和27年にこの方が、向井さんがですね、これ向井さんってのはちょっとこう絵の勉強されてですね、まあ、絵も描いてみるし、戦後は、まあ、昭和19年に結婚されて、戦後はまあ画商としてやってかれた方ですけど、これ初めて27年後のこの絵を見てですね、熊谷先生に会いに行ったと、東京のねところでね、うん、からこういう絵か、これ亀ですかね、うん、でですね、次いきますよ。だいたいこんな絵描かれる方ってことをだいたいちょっと今ね分かっていただきたいのでね、こんな絵、これは何かな、ゲンゲにアブと、これはゲンゲという花があってアブが飛んでいるという。次、これはもう見れば分かりますよね、うん、この絵。それからですね、次、あ、私の大好きなのがあった、これ、ね、ここまで線を削るには相当のものだと思う。もう猫がいるってことさ、すっかりはっきり分かりますもんね、この絵だけで。次、これなんかもね、下手な人が描くとこんな風には描けないんですよね、これ。ね、卵だったかな、卵と書いてあります。ただこれ珍しい、ちょっと人間の顔がね、少女という。ちょっとこう宗像志功先生の絵にちょっと似てるかなという感じも、版画とかね、うん、これを見るとな感じもしますけど、まあやっぱ熊谷先生のね、森和先生の、まあ、独特な個性が出てますね。ちょっとこう変シュールリズムがあるかな、シュールリアリズムっていうのが、鼻の穴が若干変わっているという。これはですね、小松菜の花という、いかにも小松菜が咲いてますよという、形を削っていったらこうなったという色と、ね、形ね、うん、いうもんでございます。これは宵の月、これはコウモじゃなくって、これおそらく枝についてる葉っぱだと思いますけど、これはまあ木の古い木でね、ここに月が出てますね、うん、から次はですね、夕立雨水、ここのところに問いがあって、夕立が来てバーッとこう問いが溢れて出てるという、そういう絵ですね、これは、うん、そしてですね、これがすごいですよ、なんと思いますこれ朝の始まりという題です。朝日ね、この感性はすごいですね。でも本当に、それから太郎稲荷という、これ稲荷神社の何かな、これ上の方なのかちょっとよく分かんないです。
けど、こんな感じですね。それからですね、これがですね、乗り移ぎ、乗り移ぎということで、これがまあアゲハチョウと、アゲハチョウ、これいいですね、これいい絵ですね、うん、飾っといてもすぐ分かります。それからですね、ちょっとこれはあの油じゃないんですけど、まあ、水彩だと思うんですが、まあ、こうカエルの絵、ね、はい、で森川先生というのはですね、熊谷先生というのはここにちょっ と付箋を入れておきましたけどですね、これです、こんな感じでですね、まあ、仙人と、現代の仙人と、まあ90いくつもね、生きてお亡くなりになりました、90後半かな、こんな感じでですね、これ自分の自宅のお庭です、東京都内なんですけど、ここからあまり出なかったという、ほぼほぼ出なかったっていう、あの、うん、山崎努さんがやって、キリンさんも出られたですね、森のいる場所という映画を見たら、もう本当にうまいことを演じてみましたけど、山崎さんがもう本当こんな感じですよ、うん、この中をぐるぐる回って、この中にあの池掘ったりとかね、いろいろこの好きな場所があってね、回って歩くということで、でまあこんな感じでですね、いろんなものを細かく観察させてみたということです。まあ岐阜県人としては大変誇りに思う先生です、はい、でですね、ですね、まあここもちょっとめくっておいたんですけども、これ先生のアトリエ、こんな感じ、まあ映画、あの森のいる場所って本当こんな感じの、うまいこと再現してみましたよ、ドンピシャで、ね、でこんな感じ、ね、こんな感じ、これ先生の使う筆かな、こんな感じ、ここで描いてみたということで絵をね、で先ほどお見せした絵なんですけど、あれは、ね、板なんですよね、板にあのこのキャンバスじゃなくて板にね、あの直描いてみるんですよ、これいい板なんですよ、これ私実物見たことあるんで、あの岐阜県美術館にも見たし、から森、あの熊谷森和記念館にもあるので見たら、やっぱ板ですよ、実物は板に油彩で描いてあるんですよ、うん、だから大変珍しいんですけど、映画森のいる場所を見てからでもいいですから、熊谷先生の本ね、これ手に払うかもしれないですね、ひょっとするともう今から20年以上前の本ですので、私買っといてよかったですよ、たまに本当にあのイライラした時にこの本を見ると、本当何よ俺はバカな子だとったっていつも思うんではい、では皆さんまた次回お会いしましょう。